自民惨敗、本当の戦犯は。衆院選は27日、投開票が行われ、与党が過半数を割る波乱の展開となった。自民党が惨敗した敗因は何だったのか、少数与党による政権運営はどうなるのか、そして今後日本の政治はどうなっていくのか、政治ジャーナリストの門谷浩一氏に衆院選の総括と今後の政局の展望を聞いた。今回自民党は議席数を公示前の247から191に減らし惨敗、公明党も24議席に止まり、両党合わせて過半数となる233議席に届かなかった。裏金問題という逆風の中、大敗という結果に終わった自民党。各方面では早速石破茂首相の責任を求める声も上がっている。今回の結果を受けて石破おろしとの見方もありますが、おろしたところでどうにもならない。裏金議員を非公認としたのは苦渋の決断でしたが、結論、それでも有権者からは認められなかったというだけのこと。非公認にして負けたから石破が辞めろというのは筋が通らないでしょう。石破さんの責任もないとは言わないが、まだ何もやってない中で、今回の選挙は岸田政権の通信簿という意味合いが強い。選挙では負けましたが、問題のある議員を排除し、政治と金の問題を浄化しようとしたことはむしろ功績。感情的にトップの責任論に持っていくことは得策とは言えませんし、仮に下ろしたら自民党がさらにソース感を食らうことも考えられます。なんだって？顔石破は党の総務会で選挙に負けたにもかかわらず、続投するのは理屈が通らないと公然と安倍の辞任を求めた。安倍晋三のせいで負けたから安倍晋三が責任を取るのが筋。今回もそもそもは安倍晋三のせいで負けたのだから石破が責任を取る必要はない。責任取らない責任者最高ですね。笑おうむダッシュ。まあ一番の原因は岸田だからな。ネタ抜きで。ネタ抜きで安倍だよ。岸田さんは安倍のミクスのツケを払わされた被害者とも言える。それはないね。安倍は非常に有能だった。安倍のミクスで経済はだいぶ向上してる。石破はまだ何もしていない。記事中にもある通り、この選挙は岸田政権の通信簿だろ。岸田のやったことは国民の意思を無視したウクライナへの積極的支援と、国民の意思を無視したのと震災の消極的復興支援、評価されるわけがない。少なくとも物価対策と災害支援の補正予算やってから解散すれば印象良かったのにな。石川さん、区の党見てみろ。岩盤自民保守王国なのに立憲が勝った。通信簿のわけねえだろ。この先この人が首相で大丈夫かしか考えてねえよ。岸田個人のことなんて忘れてるわ。選挙戦だけでもこれだけやらかしてるのに政権運営できるわけねえだろ。よいしすると何かいいことあるの？根拠が思い込みレベルだな。石破岸田連合が安倍派をうまく排除しただけの選挙だから、自民にとっては痛くも痒くもないだろ。安倍派は痛いだろうけど、単独過半数失って痛くないわけがないだろ。あら、単独どころか自公連立過半数もなくなったからな。決したら腕でも足でも切り落とさないと、もっと悪くなる必要な損失でしょ。それだけ統一教会の安倍派汚染がひどかったということ。人数だけ多くて派閥のトップも決められない無能揃いしかいなかった。方の派閥から見てこれは潰せるって、目の前に人参がぶら下がった状態に思えたんだろうな。